熱血コンサル基礎産業。スマホ銀行4年で4倍、世界で300社、国内地銀も始動。この話なんだけど、あの福岡フィナンシャルグループがね、俺知らんかったよね、あのみんなの銀行って福岡フィナンシャルグループがやってるんだっていうのを初めて知ったんだけど、まあ今後そのアプリで銀行を運営してるというところがまあすごく増えてきてるということなんよね。今までこう店舗を持って運営してる銀行っていうのが多かったんだけど、前にも話したんだけど、銀行って地域戦略っていうのが教育と一緒ですごく大事で、地元の人からお金を預かって地元の人にお金を貸すっていうところが、まあ地域密着戦略をよくやってる銀行っていうのが大半なんだけど、店に行かなくなったっていうその生活風習があるんよね。それどうしてかというと、忙しくなってるから。みんな例えばまあ専業主婦が少なくなったっていうのが一つはあるよね。旦那さんが例えば仕事に行ってる間に給料の振り込みとかを受けた奥さんがそれを下ろして買い物に行ったりとかいうようなことをやってたんだけど、夫婦共働きが増えてね、はたまたその奥さんもかなりこう忙しくなってきててというかいうことがあって、なかなか子供もまあ作れないという状況があるぐらい今みんな忙しいというまあ背景がある。じゃあそんな中で会社にいながらでもスマホ一つで資金決済ができるっていうところが非常にまあ大事になってきたというか、もともとこのネットバンクっていうセブン銀行とかね、そういうところがすごく普及してて、でそこにミートするために 10% とかね、そこのシェア、まあ、5% とかいうところを取りに行くために各地銀がこういうことを起こしたというか、 ATM の相乗りっていうのがあったんだけど、その ATM の相乗り以上にアプリでデータの相乗りっていうところがまあ一つやりやすいっていうのがあるのよね。設備投資がかかんないから。自社の ATM ってだいたい1台1000万ぐらいかかる。でもその1000万かかるものに対して各社がこう相乗りしましょうっていうふうに始めたのがセブン銀行なんよね。だけどそれももうだんだんこう電子通貨っていうものが出てきて、この先ペイペイ払いとかねいうものが出てくると、そこに先回りしておく必要があるから、だからこういうふうなアプリで銀行を運営するということが大事になってくるのかなと思いますね。将来は300人規模で銀行を運営する方針っていうのが発表されたんですけど、ここまで削減できるんですかね。いや、これはねできるよ。結論から言うと、うちもあの金融今度やるんだけど、今認可申請しててね、それまでの間ちょっとオルタナティブ投資とかそういうことを今やってるんだけど、一人が100社ぐらいは全然見れるから、法人だけで考えるとね。だから300人で運営するっていうのも全然できる話だと思う。データで吸い上げて異常があるところだけをコントロールするっていうのが金融の一番まあ醍醐味というか、ちゃんと受付ベースで水際作戦で、あの自分のいらないお客さんというか排除して儲かるところだけを受ける。でそれをやっぱり一人でこうデータで管理していくっていうことは結構簡単にできると思うから、300人でも多いかなぐらいのレベル感が俺からすると。だから一人が100先見たとしても、福岡フィナンシャルグループが見たとして、まあ全員営業現場で出てると考えたとしても3万社か。3万社ってレーターステージまで全部見るのかっていうのは一つ疑問に思うところはあるんだけど、法人だけで絞って考えたらもう300人だと多いぐらいよね。じゃあ個人だったらどうなんですかっていうことなんだけど、今度は給与振込に当てるから、返済を、給料振り込んでください、振り込んできたところからその毎月の返済を落としますっていうことになるから、その資金管理が非常にやりやすいというか、個人ローンに関しては給料振込を絶対条件に落としといて、法人に関して言えば入出金のパイプをしっかり抑えるっていうことをやれば、もう300人は結構多いかなぐらいのレベル感だというふうに思いますね。アクセンチュアの分析で手数料だけのネット銀行はあまり業績が良くないってなってるんですけども、ローンで稼ぐデジタルバンクは業績がいいと。ローンはやっぱり強いんですかね。うん、やっぱりローン強いと思うね。だってほっとってもお金入ってくるからね。例えば手数料ってその場限りで、2億円持ってたとして手数料を 10% 取りますと、実行者証券に 10% 取りますって言ったら、その2000万かがそのままスポットで入ってきて、立ちはいいんよね。
キャッシュの手数料の立ちっていうのは結構利益の立ちがいいんだけど、でもそれ取り切りになっちゃうから。だけどローンってその 10% 利息で取りますよっていうふうに考えると1年間で2000万入ってくるわけで、残高が減らなかったとしたらね、でそれがずっとこう要は10年返済っていうことになると2000万ずっとほっとっても入ってくるから、だから積み上がってくるっていうのが一つある。まあこれは人からお金を預かって貸すっていうふうなことを考えると、どんどんこの預かれば預かるだけこの残高が増えてくるから、2億が4億になって4億6億になっていうことになるから、スマホ銀行を使ってもらった方が金利がちょっと上乗せしますよみたいなね、そんなサービスもあったりするのかな。今後はデジタルバンクでお金を借りてもらった方が手数料が下がりますよというか、実際リアルの審査の方の手数料を取るんだと思う。例えば同じ1000万融資するとしても手数料 5% 取りますと、リアルでやった場合は。だけどデジタルバンクでやる場合はそこを手数料取りませんいうことにして、どん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 集めていくというか、そうすると自然とほっとっても300人単位で固定費は300人分しかないんだけど、ほっとっても利益が上がってくるから、かなりまあ儲かるような仕組みになるのかなというふうに思いますね。こういう銀行増えると思う。なんでかというと店舗の統廃合っていうのが今後は出てくる、地銀再編が起こるから。で隣同士の銀行をくっつけると同じ市の中に2つ要は支店が出たりとかいうことがあるから、どっかでリストラしないといけないんだよね。じゃあリストラするところで余った人材をどこに持っていくかいうと、こういうところに持っていくっていうのは非常にやりやすいのかなというふうに思っております。